皆さん、こんにちは。ジャニー喜多川氏からの性被害を綴った暴露本の著者、木山翔吾さん。そんな木山翔吾さんと同じ年のジャニーズジュニアのメンバーが、ジャニー喜多川氏の性加害によって壮絶な人生を送った人物がいました。今回は木山翔吾さんの経歴を紹介しながら、同期に起こった事件の真相について紹介していきます。木山翔吾さんはかつてジャニーズ事務所に所属していた元ジャニーズジュニアで、伝説的アイドルグループ光源氏のメンバー候補だったことで知られています。高校1年生だった15歳の時にジャニーズ事務所に入所してジャニーズジュニアとなり、ジャニー喜多川氏に見出されて、ジャニーズジュニア内ユニット桜隊予備軍の一員として活動しました。入所当初は本名でしたが、ジャニー喜多川氏から芸名を与えられ、木山翔吾さんの名前で活動を開始しました。その後、木山翔吾さんはジャニーズ事務所を退所してしまいます。2005年、木山翔吾さんがジャニー喜多川氏から受けた性被害について赤裸々に語った暴露本スマップへ、そして全てのジャニーズタレントへを出版しました。この書籍は木山翔吾さん自身がジャニー喜多川氏から受けた性被害について詳細に語ったもので、初めて合宿所に泊まった時の出来事から、ジャニー喜多川氏から手を出されるまでになった時のことまで包み隠すことなく生々しい表現で綴られています。2023年現在、かつてジャニーズ事務所に所属していた元ジャニーズジュニアたちが次々にジャニー喜多川氏からの性被害を暴露していることで、木山翔吾さんの暴露本にも再び注目が集まっています。木山翔吾さんは高校1年生だった15歳の時にジャニーズ事務所に入所し、ジャニーズジュニアで構成された桜隊予備軍の一員として活動していました。次第にジャニー喜多川氏のお気に入りジュニアとして頭角を現し、ジャニー喜多川本人から直々に優を光源氏のメンバーにすると宣言されたといいます。ジャニー喜多川氏の構想では、光源氏は8人組グループとしてデビューさせる予定でしたが、前述した通り木山翔吾さんはジャニー喜多川氏から性被害に遭っており、それに耐えられず17歳の時にジャニーズ事務所を退所しました。デビュー直前に木山翔吾さんが退所したことで、光源氏は7人組グループとしてデビューし、日本を席巻する伝説的な人気を獲得しました。1987年8月19日、スターライトでレコードデビューを果たした光源氏。キャッチフレーズは、超新星からのメッセージで、メンバーたちがローラースケートを履いて踊るダイナミックなパフォーマンスが評価され、デビュー直後から爆発的な人気を獲得しました。社会現象となるほどのブームとなり、アイドルにして経済誌にも取り上げられるほどの活躍を見せましたが、その活動は長くは続かず、1995年に解散を迎えました。木山翔吾さんはジャニーズ事務所退所後、元ジャニーズジュニアで構成されたグループに加入しました。1988年11月、ジャニーズ事務所と対立関係にあった北浩二さんのもとに元ジャニーズジュニアが集まり、新フォーリーブスが結成されました。初期のメンバーは、薬丸裕英さんや植草克秀さんと同い年で、ジャニーズ時代にドラマ3年 B 組カンパチ先生や乙女学園すみれ寮に出演していた阿部純一さん、ジャニーズジュニアユニットジャパニーズジュニアの元メンバーで、1983年に映画あいつとララバイに出演した平本淳也さん、クラポンやカッポンの愛称で親しまれた倉田純一さん、V6 の坂本昌行さん、 TOKIO の国分太一さんらと同期だった赤木直さんの4人です。ここに木山翔吾さん、安藤孝明さん、そしてジャニーズ事務所には所属していなかった井上雅宏さんや市村和也さんも加入し、新光源氏、シャドウ、牛若丸のグループ名で活動しました。レコードデビューを果たした彼らは、毎月ライブを開催したりプロモーションビデオを制作したりと精力的に活動しましたが、メンバー間で揉め事が起きたことで、グループは1990年3月に解散を迎えました。若い頃から芸能界で生きてきた
檜山翔吾さんは一度は一般人に戻って普通に働き始めたものの、ステージで浴びるスポットライトを忘れることができず、1995年に自主出版で CD シングルを発売しています。そして2005年に暴露本スマップへ、そして全てのジャニーズタレントへを出版し、ジャニーズジュニア時代にジャニー北川氏から受けた性被害の詳細を暴露して話題になりました。この書籍は現在発売中止状態となっていますが、2007年に序章を過失修正した新編集版カトゥーンへ、赤西仁が辞めた本当の理由を発売しています。内容はかなり生々しく、目を背けたくなるような表現で、性行為の詳細についても赤裸々に綴られているため、決して万人におすすめできると言える本ではありません。そんな檜山翔吾さんと同じ年のメンバーが亡くなったという情報がありました。暴露本の中でジャニーズジュニアの山本俊人さんが、ジャニー北川氏からの深刻な性的虐待、性加害に遭い続けて苦しみ抜いた末、心を病んでわずか18歳の若さで飛び降り自殺したとのことです。ジャニー北川氏から非常に気に入られており、上京して原宿の合宿所に宿泊したり、関西圏でのジャニーズタレントのコンサートにジャニー北川氏が来るたびに、ジャニー北川氏からの深刻な性加害に遭うようになって、苦しみ抜いた末心を病んでわずか18歳の若さで飛び降り自殺してしまいました。この事件によりジャニー北川氏に対して義憤に駆られた元ジャニーズメンバーたちが、山本俊人さんの無念を晴らすべく、当時北浩二さんが展開していたジャニーズ事務所への球団活動に参加したのでした。その後暴露本発売により注目を集めた後、現在は本名の山崎正人名義や山崎銀名義で芸能活動を行っています。檜山翔吾さんの現在の活動としては、音楽活動やラジオパーソナリティの仕事を中心に活動しています。そんな檜山翔吾さんは2023年現在53歳となっており、結婚どころか孫がいてもおかしくない年齢です。しかし檜山翔吾さんが結婚したという情報はなく、現在の活動の中でも結婚に関する情報は見つかりませんでした。檜山翔吾さんはジャニー北川氏からの性被害を暴露したという立場上、家族や結婚に関する情報は公表しない方針なのかもしれませんね。いかがでしたか？今回は檜山翔吾さんの経歴を紹介しながら、同い年の山本俊人さんに起こった事件の真相について紹介していきます。今後ジャニーズ事務所には責任を果たしてもらい、ジャニーズ事務所のタレントが働きやすい事務所になってもらいたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。